はい、キーサーです。こんにちは。今日はですね、リズム感とは一体何かという話をしてみたいと思います。拍が短い、リズムが滑る、せせこましい、タイムがこける、スペースが短いなど、リズム感が悪いをさらに悪く説明する言葉はたくさんあり、皆さんも聞いたことがあると思います。この原因は四分音符の長さを知らない、もしくはコントロールできていないに集約できると思います。ではどうやったら四分音符の長さを知ることができるのでしょうか。2つのトレーニングを紹介したいと思います。サブディバイドって聞いたことありますか。サブディバイドとは一拍をさらに細分化していくということです。トレーニングはですね、一つ目はサブディバイドする、二つ目はサブディバイドしない。必ずこの順番を守ってください。サブディバイドするが先、サブディバイドしないが次です。それでは解説します。ドラマーがよくやる練習、チェンジアップ、チェンジダウン、これはですね、一定のテンポでどんどん音数を増やしていき、今度はどんどん音数を少なくしていくという練習です。四分音符から始まり、次は203連、次は8分音符、3連符、16分音符、6連符、32分音符、これでアップですね。今度はダウン、32分音符から始まって6連符、16分音符、3連符、8分音符、203連で四分音符。これはですね、大変有名なトレーニングなので皆さんもご存知かとは思います。人によってはこのトレーニングで16分音符と6連符の間に5連符、6連符と32分音符の間に7連符を入れたりするのですが、これは僕は今の時点で必要はないと思っています。理由はリズムの生まれた場所アフリカではあまり効かないからです。四分音符を1とし、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と積み上げていくのは西洋的な数学のリズムの解釈であり、あまりアフリカ的ではないからです。ちなみになんですが、5と7はありませんが9はあります。多分10もないかな。話を元に戻して、チェンジアップ、チェンジダウン、サブディバイドですね。これをさらに深掘りしましょう。僕のこの動画でのコンセプトはドラムで一切説明しないということです。先ほどの自分の四分音符の強度を測るトレーニングと同じコンセプト、まずは口でカウントを言いながらチェンジアップ、こんな感じですね。1,2,3,4,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 1,2,3,4。このようにチェンジアップし、チェンジダウン、これは皆さんやったことがあるのでは。2つ目、これは多分皆さんやったことがあまりないと思うんですが、同じコンセプトです。今度は手でカウントを叩きます。四分音符、1,2,3,4,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 
常に効果的です。体でチェンジアップ、チェンジダウンしていくんです。2つあります。1個目がですね、口でカウントを言いながら体の中でチェンジアップ、チェンジダウンをしていく。こんな感じです。伝わるかな。1 2 3 4 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 1 2 3 4
を鳴らし、8分音符を鳴らし、3連符を鳴らし、今は僕は16分音符まで行ってみました。2つ目、これがですね、かなりオタッキーなんですが、体でカウントとチェンジアップ、チェンジダウンをする。こんな感じです。1、2、3、4。さらにですね、ここに2つの要素を入れます。全音符とハーフノート。ハーフノートって日本語で言うと2分音符？間違ってたらごめんなさい。こうですね。1、2、3、4、1。1、2、1、2。オタクな
僕や野郎様はこれに4拍3連を加えてみるのもいいです。これはアフリカ的にもありです。これによって1小節で全音符を1とした場合、全音符の1、2分音符、4拍3連の3、やっとここで4分音符、4ですね。次は6、これは2拍3連です。そんでもって次は8、これは分かりやすいですね、8分音符です。次は12、これは3連符です。もうお分かりですね。次は16、16分音符です。でこの次24、これは6連符です。最後はですね、32、32分音符。このサブディバイドが出来上がります。僕の知ってる限り、アフリカのリズムは大体これで出来上がっています。これをチェンジアップ、チェンジダウンのルールとします。これでサブディバイドが出来上がります。1、2、3、4、6、8、12、16、24、32、という10種類のサブディバイドが出来上がります。これをチェンジアップ、チェンジダウンのルールとしましょう。これを口と体でトレーニングするんです。口と体でサブディバイド、これは本当に効果的です。サブディバイドの2つ目、今度はですね、サブディバイドしない、テンポが遅い方が効果的なので、テンポを60とします。これで全音符の1、2分音符の2、4分音符の4、この3つを使いトレーニングします。この時ですね、大事なポイントはサブディバイドしない。例えば8分音符の裏、 1&2&3&4& いや16分音符 1&2&3&4& これらを感じて4分音符を演奏しないように、ただ単に4分音符の長さ自体を感じましょう。次、メトロノームをですね、2分音符で鳴らす。このアプリだと簡単に2と4を消せるので、すぐに2分音符が同じテンポで作れます。同じですね、サブディバイドしない、ただ単に2分音符の長さを感じるんです。最後にですね、全音符の1ですね、これは1小節に1回しかならないというもの。このアプリで簡単にできます。同じです、サブディバイドしない、ただ単に全音符の1の長さを感じる、1小節の長さを感じるんです。これによって4分音符の長さ、2分音符の長さ、全音符、1小節ですね、この長さや広さが分かると思います。特にですね、4分音符は意外に広いんだなーってことが分かると思います。サブディバイドする練習とサブディバイドしない練習、これを両方やってください。これは非常に効果的です。先ほども言いました通り、決して順番を間違えないでください。最初はサブディバイドして細分化しタイムを感じてみる。で次はサブディバイドしないでタイムを感じてみる。そうすることによって四分音符、一小節の長さ、広さが見えてくると思います。まとめると、1つ目、まずは自分のリズム感を知る。2つ目、音符の長さや拍の長さ、1小節の長さや広さを知る。3つ目、体の中にタイムを作る。この順番を追っていくことで、3つ目の体の中にタイムを作ることができます。体内時計ですね、体の中にタイムを作る、これが全てですね。リズム感がいいとは、同じ安定したタイムという概念、認識をですね、共有できる、これではないでしょうか。そのためには音の長さや音の広さ、拍の広さ、これらをですね、しっかりと認識することがとても大事で重要なことです。四分音符は宇宙なんです。今回も動画を最後までご覧になっていただいて誠にありがとうございます。これからもリズムのオタク話やアメリカの音楽の裏話、アフリカのオタッキーな話まで定期的に配信していくので、見逃さないためにもこちらよりチャンネル登録をお願いします。それではロサンゼルスからキーサーでした。